どうも、体験大好きなあです。体験には新タメ切りと月光山という入れ替え技がありますが、これらはどちらも非常に強力ですが、使い勝手が異なっており、当チャンネルでは原則狩猟するモンスターに応じて使い分けを推奨しています。というわけで、今回は幅広いモンスターを相手に体験でタイムアタックを行っているコウキさんと協力して、全てのモンスターを対象にどの入れ替え技を選択すればいいのかまとめてきました。2人の体験の累計使用時間は3000時間を超えているので、どの入れ替え技を選択するべきか参考になるのではないでしょうか。それでは今回は推奨の入れ替え技の使い方、全モンスターごとの推奨入れ替え技、実践の順に説明をします。実践パートでは、私からは月光山で神王が、コウキさんからは新タメギリで強化個体のバルファルクの狩猟をお送りします。それでは本題いきましょう。それでは当チャンネルで推奨する入れ替え技の使い方について簡単におさらいしておきます。ストーリーを進めていくと入れ替えれる技が増えていきます。入れ替え技が可能な技や習得方法は画面をご覧ください。推奨はタックルと混合タメ切りです。ガードタックルとハンティングエッジは使い勝手が悪いので一度忘れていただいて結構です。よほどマニアックな立ち回りをしない限り基本的に使わなくても困ることはありません。そして新タメ切りと月光山はどちらも優れた性能を持っており、モンスターに応じて入れ替えを推奨します。それでは4つの推奨の入れ替え技について順に説明します。まずはタックルです。タックルには3つの特徴があって、相手の攻撃中に放ってもよろけません。そして気絶をさせることができます。そして体験で一番強力な新タメ切りを放つためのショートカットのような役割です。強タメ切りや混合タメ切りをためている間に繰り出せば即新タメ切りに派生可能です。ちなみに基本的には攻撃後に A でタックルを繰り出せますが、回避した後は X でタックルを出せるので覚えておきましょう。次に混合タメ切りです。鉄柱主義の混合タメ切りは使用頻度が非常に高い、非常に有能な技です。理由は使い勝手が抜群だからです。簡単に言うと移動しながら繰り出せる強タメ切りってところです。次に新タメ切りへ派生可能です。しかし威力は強タメ切りより高く、全ての技の中で3番目ですし、さらにモーション中はモンスターの攻撃を食らってもよろけません。また移動方向はスティックを倒した向きで360度指定可能です。さらにスティックの倒し具合で短い移動と長い移動にするか選択することが可能です。そのため使用用途は非常に多様で、ダウンしているモンスターに接近して新タメ切りを当てたり、カウンターで突っ込んだり、タックルで省略して新タメ切りを放ったり、縦切りの後に強タメ切りの代わりに繰り出しても構いません。次に月光山です。激光山という方もいらっしゃいます。強力な一撃を繰り出します。威力も全ての技の中で2番目に高く、ため中に攻撃を食らっても耐えれますし、それどころか威力が逆に上がります。その火力の上昇率は被弾したダメージ量に応じて 1.2、1.3、1.4、1.5 倍と段階的に上昇します。最大の 1.5 倍上昇値で新タメ切り強撃の約 0.83 倍の威力となります。また繰り出す際にスティック入力で360度方向を指定可能なので非常に扱いやすいです。カウンターを中心に立ち回りたい時に有効です。最後は新タメ切りです。新タメ切りは2連の攻撃となっており、肉質45以上の部位に一撃目を当てると2撃目が強撃というモーションに変わり、2撃の火力が大幅に上がります。この一撃の威力は全武器士の技の中でダントツで一番高いですが、逆に当てるのが非常に難しいです。なので隙が見出せるモンスターに対して有効です。新タメ切りと月光山はモンスターごとに入れ替えた方が効率よく狩猟ができるので、全モンスターを対象にどの入れ替え技が推奨か紹介します。なお今回はモンスターの弱点を狙える中級者の方が10分未満で0オーツで快適に狩る際のシチュエーションを想定しています。
例えば弱点を狙うのが難しい初心者の場合、クリアすることだけが目的であれば常に月光山で構いませんし、熟練者がタイムアタックをする際は新ため切りを使う頻度が多くなると思います。それでは表をご覧ください。モンスターの数が多いので2回に分けて表記します。まずはマガイマガとマルです。基本的に頻繁に動き回ったり隙があまりなく攻撃の頻度が多いモンスターはカウンターが有効な月光山にしました。また背景セルが黄色の場合はそのモンスターのモーションを把握しているのであれば新ため切りの方が有効だと考えました。また罠ではめる場合は火力の高い新ため切りに変更しても構いません。それでは次は最後までご覧ください。ここからは罠はめができない古竜や虫モンスターが登場するので、この表がより進化を発揮すると思います。背景セルが白以外の場合はモーションを把握しているのであれば新ため切りを推奨します。さらに色がオレンジの場合は固有の理由があります。まずはラージャンです。通常個体は月光山で構いませんが、 SF ラージャンっていう強化個体は体が大きすぎるので月光山を使う際に非バフをもらいにくいので新ため切りを推奨します。次にバルファルクです。一定時間ごとに隆起収束をやってくるんですが、このタイミングに新ため切りを当てれるのであれば新ため切りを推奨します。最後は主青柱です。基本的に隙が少ないので新ため切りを当てれる機会に恵まれませんが、方向時の腕に新ため切りを当てれるのであれば新ため切りを推奨します。そしてこれは全般的に言えることですが、月光山の方が相性がいいと現在考えられているモンスターも月日が経過してモンスターのモーションの解析が進むと火力が出る新ため切りの方が良いと判断される傾向があります。もちろんこれらの表はあくまでも我々の一つの見解なので、好奇心旺盛な方はいろいろと試してみてください。それでは最後に各言語ごとに表を画面いっぱいに表記しますので、ぜひスクリーンショットを撮っていただいていつでも見返せるようにしていただいて構いません。それではまずは月光山で私がジンオーガ、次にコウキさんが新ため切りで強化個体のバルファルクを討伐します。今回の戦闘は罠なしで戦っているので立ち回りの参考になるかと思います。月光山のコツとしては溜めている最中にいかに相手の攻撃をもらって火力上昇補正をかけて相手を攻撃できるかにかかっています。また装備に関しても隆起活性と逆恨みの構成で戦うことが非常に多いので、こんな風に赤ゲージを残しながら戦うことが重要になってきます。そして相手の攻撃を読んで月光山で構えます。うまくバフもらえたので火力が 1.5 倍になっています。ひるんでる隙なんかは混合ため切りを入れてやるとうまく間が埋まります。でバフをもらっていきたいんですけど、今回はタイミングが合いませんでした。ジンオーガが突進を開始すると充電が確定で起こるので混合ため切りで追撃をしてやります。混合ため切りで総流値を貯めたので総流が可能です。ただこのジンオーガの個体に対しての総流はあまり有効ではないのでさっさと寝かしてやります。で飛び上がってジャンプため切り、強なぎ払いを当てて月光山を当てていくんですが、お供がスタンを取ってくれましたね。入れ替え技が月光山の場合はダウン中は混合ため切りと月光山でダメージを稼いでいきます。さらにひるみが取れたので立て続けに攻撃していきます。月光山構成の場合はこんな風に立て続けに攻撃ができることが多いです。倉庫を置いてるとお供が守り番傘で睡眠を取ってくれましたね。睡眠中は月光山を当てていくんですが、新ため切りと違って当てやすいですよね。残り体力わずかなので混合ため切りで削っていきます。で最後にジンオーガが連続攻撃を仕掛けてきたので月光山でバフをもらってカウンター 1.5 倍でフィニッシュです。タイムは1分56秒でした。それではコウキさんより新ため切りで強化個体のバルファルクの TA の様子を解説付きでお送りします。なんと2月4日にこのイベクイが実装されてから4時間足らずで3分台を叩き出されました。普段から頻繁に体験の TA 動画を投稿しており、立ち回りが非常に綺麗なのでとても参考になります。なので体験好きの方はチャンネル登録してみてはいかがでしょうか。今回は猫カジバによるフリースタイルの TA のようなので意図的に被弾をしてカジバの体力を調整しています。今カジバライン到達しましたね。40秒間隔で放ってくる隆起収束まで時間に余裕があるのでここでバフを巻いてますね。そして小樽爆弾を投げて赤ゲージを消してカジバスタートです。隆起収束の時間が近づいているので閃光弾を投げて調整してますね。この閃光のめまいが解除されたら隆起収束を確実に行ってくるはずです。
かなり長い攻撃なので、これで先行が解除されると思います。で、すかさず新タメギの準備をして龍騎収束を狙い撃っていますね。これで確定ダウンが取れるので、今後タメギで追撃して今日投げ払いを放って新タメギを放っています。行動に無駄がないですね。で、十分ダメージを与えているので怒り状態に移行して方向を放ってきました。ここでタックルを当ててスタンを取ってますね。ここでスタンを取った理由は次の龍騎収束のタイミングを調整するためだと思います。一定ダメージを超えていると襲撃を行っていくので、次襲撃を行った後に確実に龍騎収束が来るようにしているんだと思います。これだけダメージを与えていれば確実に次に襲撃を行っていくので、事前に移動して刀を研いでますね。早めに行動を開始したのでバフまで間に合ってます。そして先ほどスタンで時間を調整したので、ここで確実に龍騎収束が来るように調整してるみたいですね。そして龍騎収束が来たので新タメ切り当てて2回目の龍騎ダウンですね。混合タメ切り、今日投げ払い、新タメ切りですね。ここでバルファルクが動き出します。2連翼撃ですね。怒り時は2回放ってきます。華麗にかわして混合ため切りを当てています。で、睡眠取ってくれましたね。で、ここからまた龍騎収束のタイミング調整に入るみたいですね。ここをあえて新ためでいくんじゃなくて混合ため切りで狙い撃ちをして双龍状態にしてますね。双龍で拘束してダメージを与えている隙に龍騎収束のタイミングが来るっていう寸法ですね。なのでしっかり3回フルでぶつけてますね。で、ここで確定でダウンが取れるのでジャンプため切りをして、次龍騎収束で確実で打ち抜けるように強化能頭で火力を上げて新ため切りで3回目の龍騎ダウンを取ってますね。3回目ってかなり敷地が高いんですけども、アイテムや強化能頭で火力を底上げしてうまく取ってましたね。で、ここでフィニッシュのようですね。タイムは3分15秒。素晴らしい TA でした。たった半日で詰めた TA とは到底思えませんね。これまで挑戦してきた数々の TA の経験の中で高いプレイヤースキルを培っていることが伺えますね。はい、それでは今回はこれで終わろうと思います。入れ替え技の参考になれば幸いです。バイバーイ。